どうも、今日は11月の30日の金曜日ですね。デイ2ですね。どんな風になったかというと、こんな感じですね。もうこれで完璧にこのホールユニット取っちゃいましたから、壁をこうくり抜いてね、そしたらここにインスレーターが出てきて、でこれがドレインの穴でしょうね。でドレインのところはちゃんともうこうやって、この下のパイプは、このようにね塞いでくれてますんで、まあ何もすることないでしょう。すごいですね。でもこんな風になってるんですね。これからですね、こちらの、まあ、壁を全部やり直すのもそうなんですけども、まず最初にやることがこちらのですね、ベース、この受け皿ですね。このこれがちょうど 36×36 インチの正方形のベースを買っていきます。それからこちらのですね、このホットウォーターと、コールドウォーターですね、これがこう、まあ、マージするバルブっていうんでしょうけども、このバルブ全部取り替えますので、これを今から、オーダー入れていきます。そしてこうやってずっとね、熱い水と冷たい水が混ざって、ここからシャワーのノズルが出てくると、そんな感じです。すごいダスティーになりましたけどね、非常にグッドジョブだと思います。では今からパーツを買っていきます。はい、こちらがコーラーですね。そちらのコーラーの、まあ、ショールームです。では中入ってみたいと思います。ではですね、今コーラーの、ショールームで買っていたもの、これが、まずシャワーベースですね。 36×36 インチです。でもう一つ、これは何かよくわかんないんだよね。これね、何でしょうね。あ、ドレインのキャップかな。それからこちらのこの2点、コーラー製品のバルブですね。これを買ってきたわけでございます。じゃあまあこのような感じでですね、部品を全部買ってきたのかな。ただね、シャワーのドアだけは、まあ、一応今在庫がですねないんで、2、3週間待って、で、まあ、来たら取りに行くっていう、そんな感じです。だから今部品はベース、それからバルブ、そしてあとドレインか、ドレインの蓋といった感じで、ドアは後ほど来ます。でテクニシャンが次の月曜日ですね、やってきてそれらをインストールしてくれますので、またその時にビデオを撮っておこうかなと思います。では。